いつかは世界遺産。今月は大和村の天引観音をお送りします。坂東観音霊場第24番札所の名刹として信仰を集めている天引観音は587年に開山したと伝えられています。天引観音は春は桜、梅雨の季節にはアジサイが咲き乱れ、多くの観光客が訪れます。新緑に生えるアジサイは10種3000株。参道を埋め尽くす花々は人々を幻想の世界へと誘います。鐘楼堂は建長6年1256年に建立され、その後文政13年1830年に再建されました。その鐘の音は現在も静かに、そして荘厳に時を刻み続けています。宝永7年1710年に建立された仁王門は重層入り母屋造りの楼門で、四季の花々に映え、その華麗で重厚な姿は人々を圧倒します。参道途中にある巨木スダジイ、ゴツゴツと太い幹はその力強い生命力を感じさせます。国の重要文化財である本尊延命観世音菩薩像を奉安した観音堂、聖武天皇光明皇后の帰依が厚く、特に皇后の安産に霊源新たかであったことから、安産子育ての霊場として広く知られるようになりました。本堂四隅の彫刻は左甚五郎の愛弟子円鉄の作と伝えられています。宝永7年に再再建されたこの観音堂は現在茨城県の文化財に指定されています。嘉永6年1853年に建立された多宝塔は、その造形の美しさが知られています。歴史と信仰と季節の花々に彩られた天引観音。
ここもいつかは世界遺産。